なんとか入りました。返しました、返しました。それではまず最初に紹介したいのは、こんにちは、今ご紹介いただいた王鵬晃之助です。皆様に認知していただけるようもっと頑張っていきます。よろしく。今日節分です。嫌なこといっぱいありますけど、今日から運気変わると思います。みんなで、豆拾って、いっぱいと思いましょう。どうもありがとうございます。普段は、印籠出してますが、今日は豆をきっちり投げさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。皆様、こんにちは。声優の平田のり子です。今日は皆様に元気な声とともに福が届くように元気いっぱい豆をまかせていただきたいと思います。よろしくお願いします。投げさせてください。皆様にみたいな感じで。ありがとうございます。この豊川エナジーで久めのヒット祈願やったんで、とってもご縁が深いところでございます。今日はたくさんの福が届きますように、いい時代になっていきますように祈りながら任せていただきたいと思います。皆さん幸せになりましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。ヒグロー、ヒグロー、どうも、やってもらうキヨです。いいですか皆さん、豆を拾うときには肘を伸ばして、はい、手を振ってください。さようなら。今日が最後です。どうもどうも、タツノイチです。タツは天に昇って雲となり、雲となって雨となって地に落ちる、地に落ちてマムシとなって、また竜となってタツとなって天に落ちる。マムシもどうぞよろしくお願いします。この良い年になりましょう。こんにちは。タツノシの皆さんにとってますますいい年になりますように。もう今日はジジイババアが大変なの。タイガでうちの向こうさん、ぜひ応援してください。いい男として立つように応援していただけると嬉しいです。ますますいい年になりますように。イエーイ。寒くなるという予報が出ていたので、半袖を2枚着てきました。今日は皆さんに福が訪れますように、豆を思いっきり任せていただきます。よろしくお願いいたします。食べないでくださいね。節分4年目ですが、私もがんから復活して4年経ちまして、帰ってくれてとても嬉しいです。ステージ4になるとうちの機嫌になりますので、皆さんどうぞ毎年のがん検診、人間ドック忘れずに健康にいきましょう。よろしくお願いします。さあ、私と私と、こんにちは、越野純子です。今日お天気で良かったと上からってすごいですよ。いい柄です。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、続いて、バッタリキンザちゃんと頑張ってくださって、今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。